皆さんこんにちは、連携の人です。今日の動画なんですけれども、僕の動画でですね、以前紹介したアンラッキーモルフェイスのフミヤさんのね、動画があったと思うんですけれども、今回ですね、アンラッキーモルフェイスさんのライブがですね、お台場のゼップダイバーシー東京の方で行われるということで、これから見に行ってきます。で、僕も毎日の方に聴いてるバンドなんですけれども、実はライブが初めてで、もうめちゃくちゃ楽しみで、ワクワクしてるんですけれども、なんとですね、もしかしたらライブの終演後にですね、フミヤさんとこのまさか話がねできるかもしれないということで、ちょっと急遽ね動画を回しております。で、ご本人ももしお話できたら、その模様をですね、動画に撮っても大丈夫ということでね、許可をいただいてますので、その模様をねお伝えできればと思います。では行ってきます。ユニコーンガンダムすごいですね。初めて見た。後ろもかっこいいな。足元でこの大きさ。こんにちは。こんにちは。アンラッキーモルフェイスのフミヤさんです。どうも。めちゃくちゃかっこよかったです。本物の人が。こちらこそ、いつもね、PV で見てます。いや、びっくりしたんですよね、本当に。まさかと思って。だって最初、普通になんか、エアリングとかね、そうなんだ。自分の当てとかじゃなかったって、そうなんですよ。モルフェイス聞いてたんですよ。そうです。もうなんか、自分の思いとして、ちなみにツイッターなんか気づいたきっかけとか、あれなんでなんか、たまたまでも、はい、結構だけロマサガ系とかバーって見てると、なんか関連するサイト流れてくるんですよ。それだったのかな。あれでツイッターを見せなくて、はい、YouTube だけだったんですけど、そうですね、あれ系の人がなんか無意味をこすりながら
ってる曲がいっぱいある、はいはいはい、めちゃくちゃバレる、ね、ポップで、そうですよね、めちゃくちゃ聞きやすいですね。でうちもともとやっぱメインがメロディックスキングメタルしてるんですけど、はい、やっぱそのメインでシレンさんとかもともとですけど、伊藤健さんの音楽が育ってるんで、あ、なるほど、そうですね、ボスバトルっぽくないですか。いや、めちゃくちゃかっこいいです、だから好きだと思います。まさかファンの人にはむしろバチバチに刺さると思うんで、知らない人がいたらぜひアンラッキーボールフェイスを常に YouTube で検索してもらって、いろいろとか上がってるボスセーブ、横浜貴族ハンドルとか好きなのかなとか、サグルインとか好きだね、絶対刺さると思う。いや、特にあの僕も好きなんですけど、アンコールで、ね、アンコール、あ、そうですね、あれすごい、あの、この間なんか抜き打ちで僕の配信に来てくださったじゃないですか。あの時になんか聞きたかったことあったんやけどな、そらあの音ってすぐ出なかったのめっちゃ悔しかったあの曲ファイナルファンクラーがいい、世界観まんまり、あ、リーダーのシレンさん、FF8 やばいレベルですね、あそうガチガチに好きなのがそこからスタッフのメンバーリードするにあの曲やってくれないかな、あの曲やってくれないかな、アンコールしてくれないですね。前に DV が上がってたザブラックですけど、まだなんかもともとの原作というか DV があって、そうですね、結構そういうの多くて、それこそ昔出したアルバムは星のカービィとかマリオカートとかマリオカートとか、はい、実はそのベンガーでゲームするんですね。あ、見ました見ました、マリオカートめっちゃ重かった、紙のマリオカートだからなんかすごいバタバタやってました。1枚出したら100点とって目にあるのがほぼ全部そのそれなんですよ、ボンバーマンからやりながらそう爆殺し合うみたいな面白いような歌詞にしてそれを曲にしてそのカードに働いたりする中心みたいな、そういうゲームからインスパイアを導入されたので、出会うべくして出会ってみようとやっぱりね、それでかもしれない。まあ僕もスクエアなのでいや、クレイニングの時にはあんまりスクエアですね、そうですね、20代の10年間ずっと品質管理部っていうところで働きながら仕事しつつ有給を使っていろんなバンドのサポートで地方行ったりとか、ゲーム会社の見た目が自由なんですよね、髪が長くて、ピアスあったり、だからもうその頃って仕事で1日8時間ゲームして家帰ってまたゲームしてとかやってすごい、それを30までやってましたね。すごいね、まあ、なんかこう、ね、ツイッター見てる、ね、意外と知らない人いて、あ、うん、そうなんですよ、だから僕の目標はその音楽、はい、バンドとしてスクエリに携わろうと思ってストした夢なんですよ。いやもうこれ動画で言う、いや本当スクエリの方もし見てたらラッキーボールクラスちょっとぜひよろしくお願いします、ね、マジで机に大好きです。市川さんとか、パーさんで見てくださって、感じますね。はい。めちゃくちゃかっこいいバッグ。じゃあ、今日のライブは、そう、西職人さんが、お母さんしてくれて、そうなんですよ。アンコールで、まさかの、そうなんですよ。西井さんはね、よくその僕も机に本社に入ってきたんで、東新宿が近いですよ。あ、そうなんですか。東新宿ね。はい。西井さんでライブを何回か始まったのを見ながら、ああ、すごい、が近い。どうなんですか。ポケットにずっと入りっぱなしの長さが、点数画面に止まってた。そろそろやばいっすね。電線期間限定のやつが、あと11日だから作り切らないとまずいっすね。全然余ってる、やべえ、期間連戦、そうなんですよ、ちゃんとやらなきゃ、まだ全然できてないっす。これまさか、お好きで一番好きなシリーズとかは、ロマサガ2、3、サガフロンティア、いやでもね、ゲームボーイ版サガが実は一番好きと、あ、しかもサガ3がすごい好きと、ジャンボっぽいかもしれないですけど、デューンとかシリオとかはホラー時からすごいテンション上がりましたもんね、セサロスとかリリース版のサガはサガ3の仕事で携わってたんで、思い出があって、
いや、もっとキャラ隠してくれる。ジョーとかまだかとか。待ってるんですけどね。ジェイミーさんが好きっすね、全体的に。あ、そうなんですか。もう、すごいっすね。今後もなんかリメイクがね、今度はサガ、B 坂が。あ、出ますね。そうだ。サガフロスを最近やったんですよ。いやー、面白いですけど、昔のゲームやから、なんか、やり直しすぎにちょっと面倒くさかったりで。ちょっとね、速度的に厳しいのがありますよ。確かに。なんか、ちょっとぬるくなっちゃったのかなと思う。昔はそういうゲームで当たり前で。サガは特にね、鬼畜で有名でしたね。初見殺しがやっぱり。サガ2、ロマサガ2とかよくついてくるんですよ、当時。いや、僕もあんま記憶ないです。成功法で7エリア倒してないですもんね。あ、ロビットストリームとクイックタイムで倒せるんで。そう、大人になってからちゃんと成功法で倒しますね。はい。きっちりと、4000年ブレイクがやったんで。1週間くらいファイナル出た覚えなくて。適正ないっていうのに気づかなかった。あれ、結構ね、ちゃんと今ね、ネットで見れるから、そうなんですよ。当時ないから。闇雲でしたよ。そうですよね。適正ないのに私だけ言ってるって。友達の家でこれ見てます。あれ、適正ない、適正がねえですよ。佐賀の話できると嬉しいっす。いやそうですね。そんなになんかもうゲーム会社勤めていらっしゃるものを、ね、思いの生活だったのは、ドラム叩いてる時間よりゲームの時間の方が多分、今も長いです。あ、そうだった。ゲームしかしてないんじゃないかぐらい。いや、だからその、実は日本の方も見てます。すごい、やっぱり、本音の方が迎えたんですやっぱり、すごい激しいドラムを叩いてる先輩が、あんまり大先輩になってて、先輩にならないので、やっぱりアドバイスにいただきたい人はなかなかそういう先駆者がいて、このジャンルでその、男をずっと踏み続けて、2時間とかこれ踏み続けるような番組って、やっぱり、なんでいなくて、そうです。みんなやっていないから、まあ、体を壊しながらやっててもなかなか自分で切り開いていくしかないので、でもなんかそういう逆境は結構好きです。あ、そうなんです。そういう時は、例えばボスの BGM 勝手に頭で流れてたりするってことなんですか。やっぱりね、そのライブで自分のドラムを見かけてほしいな。あ、そうですね。まだ朝に来てもいやー、ありがとうございます。まさか来ていただけるとは。ドラムのパートだけの PV とか見てます。聞いてびっくりして、いやそう、恥ずかしいよね。いい PV の時に撮るんですもんね。撮ります。パートもちろん、その部分もちゃんと載せてくれて。意外とやってなくて、みんなやってないです。素材としてはあるから、もったいないと思うんですよ。ちゃんと使うんです。メンバー個人みんなそれぞれあるんです。あるんです。バイオリンのとか、ギターのメンバーとか、大丈夫だと素材があるから、そうぜ。まあ、結構そういう歴史の結構緩いですよ。ありがたい。あんま硬くないけど、面白いと思ったらやろうって。それもあったんで、僕もやりやすいですね、そこで。やりたいことで、ちょっと動画でできる。そうですね。だから、実際全然ゲストさんも、ね、暗記も紹介させてくださいって。ああ、やっぱり全然、リーダーにそんなに言ったの。そうなんで、全然やってないから、絶対 OK だ。プラスでしかないし、はい、ありがたいことです。ありがとうございます。嬉しかった。この動画を撮れるのかもしれない。みんな見てくれてると思うので、まずね、やっぱり暗記も知ってる人めちゃくちゃ多かった。あ、ですか。暗記はすごく上がってます。嬉しいです。それはバチバチにあって絶対サガファンで刺さります。刺さりますよね。絶対刺さります。ボスバトルが好きなら絶対テンション絶対お願いします。はい、絶対刺さる。今日も家帰って幻冬場の人気がなくて、結末までにどこまで進むかなと。まだ剣しか終わってないんで、今の動画上げてます。全部見てます。ちょっと毎回すげえさんって呼びしてるんで。ありがとうございます。弓コンボ高校生のマジで、ああ、お玉がな、いないからないな。ああ、お玉。取った方がいいですよ、やっぱり。お玉は、まあ、確かにもう、救済キャラですよね。ですよね。モンボに関して。モンボは、まあ、モーラ使うって言ってもある。モーラもいないんですよ。昔のモーラありますけど。ああ、はい。こっちで大丈夫ですか。昔のモーラって意味で大丈夫です。ただ、まあ、大玉行ったら、もう全員行こうなんですよ。むしろ10円で、バンパイアキューティー出ちゃうんで。あ、出ちゃった。出ちゃったから、追うかどうか迷うぞ。すげえ迷ってて。育成条件が上がったな。
聞きやすくなる。そうですよね。なんでもいいけど、やっぱ月末までにどこまでいけるか、ね、ああ、そうですね。差し掛かってくるんで、せめて楽なやつ、体験とか中とか、ああ、まあ全部やろうかなと思って。そうね。短く、ジルカムで乗りながら体験のやつ。やべえやべえって。ワイパン、ワイパンつねえって。ああ、打体勢の装備忘れてる。めっちゃ打体勢打ってきます。そうですね。やりながらしてましたけど、いやすごい、ライブ会場に来ながら月光とやってます。すごい。僕はもう、フミヤさんに何聞こうかなって。全然まとまらない、全然まとまらない。でも楽しんでいただけたので良かったです。いやもう、取り越えたいです。またいつでも来てください、はい、本当に。なんか、それこそね、サカフリークのことを、僕というところでも、どんどん広めていただけたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、今回はアンラッキーモノフェスの皆さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。